動画解放群、楽しいレビューです。空見場の提供です。皆さん、いろいろな場所に時計を置いてないですかスマホを見れば時間、簡単にチェックできますけど、やっぱし時計って欲しいんですよね。部屋に時計があれば、今何時か、素早く知ることができる。安心できるから、いろいろな部屋に置いてしまう。そうすると、電池の管理が問題なんですよね。時計だから電池、当然いりますよ。そして何年か経った後に、電池交換。まあ、電池は安いから交換すればいいですけど、捨てるとき、結構めんどくさいな。 それと部屋がいっぱいあれば、捨てる電池の量も増えますね。まあ、なんかもったいないし、処理もめんどくさい。でもこれがあれば解決ですね。ウォーターパワードサーモメータークロック。ウォーターパワード。水の力で発電するんですよね。水の力といっても水力じゃないですけどね。サーモメータークロック。温度計もついてますね。まあ便利なのかなと思いますね。中身こんな感じですね。なんかボトルっぽいデザイン。どっかで見たことがあるような。カプセルみたいな。そんなデザインですね。ここに蓋がついてる。 この蓋を外して、ここに水を入れれば、電源が入ります。水力と言いながら、水の重力、ポテンシャルエネルギーみたいなものですけど、これは、水の一エネルギーじゃなくて、水の中に含まれる、あの、化学物質の化学反応ですね。化学反応っていうか、電気分解的な作用ですね。電解っていうのか、水入れます。続きました。時間調整。水の力というから、なんかもっと、 軽いというか時間が経たない経たないと電気が得られないあとアラームの音とかもちっちゃいそう思ってましたけどあのしっかりと動きますねあこれいいわ乾電池確かに安いですけどあの捨てるのめんどくさいんですよね普通の一般ゴミとしては当然出せないそれと交換をサボってると液漏れするそういうこともあるでもこれでしたら液漏れないですからねあちなみにこれどのくらい持つか1回水を入れたら2週間ですね だから2週間ごとに交換が必要です。だからそれ忘れないでください。まあ水の交換だったら楽ですよね。電池交換より楽ですよ。処分するのもこの水を捨てればいいだけですからね。だからあの、一般家庭で時計をいろいろなところに置いときたい人。あと、ちょっとしたホテルとかペンションとか民宿経営してる人で部屋に時計を置いときたい。でも乾電池の処理がめんどくさい。そういう人のおすすめですね。 ちょっと離れた壁地とかで何か民宿とか宿。そういう人にいいんじゃないですかね。水だったら豊富にある。そしてゴミもできるだけ出したくない。エコじゃないですか。あとこれを置いとくだけでエコな宿。そういう風に印象づけれますね。だから、これは最もエコな置き時計。そう考えますね。クーンビアのウォーターパワードサーモメータークロック。なんか長いですけど、ぜひ使ってみてください。童話解放軍のレビューでした。